はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。今日はですね、アルブルから出している製作キットの中でルーマスというものの作り方を説明させていただきます。で、これがまあアクセサリーからジュエリー、いろんなものをこう入れられるような容器、箱になってますね。で、作り方も比較的簡単ですので、女性にもすごい人気のキットになってます。で、この材料になるんですけれども、奈良多くの材料ですね。とても高価なものです。まあ、こういういい木を使ってその DIY をしてみるというのも一つおすすめですので、まあ、今回はそのルーマスの作り方というのをご紹介させていただきます。はい、それではですね、初めの外枠フレームがですね、こういう形で組まれるような構造になってます。で、これをまあ接着する前にこれを中に入れるような形になります。組んでしまうと内側をサンドペーパーをかけるのがちょっとかけづらくなってしまうので、初めに内側だけサンドペーパーできれいに磨いておいてあげましょう。で、その時に気をつけることは、端っこの方をぐいぐいかけていくと、このまっすぐな面とこの斜めの面がだらーんと丸くなってしまいます。そうなるとみっともないので、サンドペーパーが若干出るぐらいまでで止めておいてやってください。これをこういう風にかけてしまうと、ここの角がなくなってしまいますので、まっすぐ削るということを大事にしてあげてください。で、この時に必ず木目に沿ってかけるようにしてあげてください。横にかけてしまうと、最後、オイル塗装した時にこの傷というのが目立ってしまいます。木の繊維方向にかけている分にはそれが目立ちませんので、必ず木目に沿ってかけてあげます。それと同時に、ここの角の部分ですね、内側に来る角の部分、台形になっている辺の狭い方の角も軽く取っておいてあげてください。それではですね、実際に組んでいきます。ここにある溝なんですけれども、この幅の広い方の溝が底板が入る溝になります。ここの上に来る部分、細い方は最後にアクリルを落とし込みますので、ここは何もしなくて大丈夫です。ですので、ここの幅の広いところにこの2枚の合板ですね、できるだけまあこう向きを合わせて、木目の向きを合わせてですね、で、こういう形で合わせてあげます。汚くなっている面を挟み込んでやるというような形ですね。ではこのように準備しておいて、ここにまずボンドを塗っていきましょう。ボンドは薄くていいので、まんべんなくくっつくように塗ってあげてください。はみ出たボンドに関しては後で拭き取りますので、気にしなくて大丈夫です。まずは2辺を揃えてあげます。こういう形ですね。底板を入れ込んでいってあげましょう。こういうふうに L 字で組めたら、今度はこの字型を作っていってあげましょう。で、この状態ではまだ固まっていませんので、そーっと扱ってください。このようにある程度微調整をしたら、今度は付属されている輪ゴムで留めていきます。この時に2人いると非常にやりやすいですね。で、軽くまずはじめにボンドを拭き取ります。ここが平らに揃っているかを一応きちんとチェックしておいてください。はい、で、この状態で付属しているこの後で使うノコギリの補助具を使って90度を確かめてあげてください。このボンドが残っていると、最後オイル塗装した時にここだけ色が乗らないということになってしまいますので、できるだけ綺麗に拭き取るようにしてあげてください。もしここから見えている部分だけでもボンドがはみ出ているところあったら、この角の部分というのもきちんと取っておいてあげてください。一応付属のアクリルをここにはめてみてください。私どもの方で90度にきちんと切ってあります。で、これが入るようであれば、大丈夫です。これがひし形になっていたり平行四辺形になっていたりすると入りません。そういう時にはもう一度、まあ、このアクリルに合わせてでもいいですし、この付属の補助具に合わせて直角を自分の手の力で直してあげてください。これで箱の枠組みがひとまずできました。
それではですね、今度はここに入る仕切りの加工をしていってあげましょう。一応ですね、私どもの方で 4×4 のマスになるようにしてあります。ただこのままでいってしまうとここでぶつかって入りません。ですので合掛きという技法を使って仕切りを組み立てていくというような内容になります。で、6本まとめて全部同じように加工したいので、まずはこれをマスキングテープやセロハンテープなどでぐるぐる巻きにまず一体化させます。それではですね、こう2点が巻かれました。切り込みを入れていきたいんですけれども、ここは任意です。私どもの提案しているのは4マスなんですけれども、3マスにしていただいても構いません。で、計算になるんですけれども、4マスにするためにはこの長さが180ミリあります。180割る2をすると90になります。90のところにラインを1本引いてあります。今度は90割る2をすると45になります。45のところにも線を引いてあります。45、この90から45いったところが、135になりますので、そしたらまずはここからできるだけ直角な線を引いてください。はい、ではここで印がつきました。で、あくまでここがその入ってくる材料の中心の部分になりますので、この板1枚の厚み分4ミリを割り振ってあげましょう。中心から2ミリ外側、こちらも中心から2ミリ外側、このまま切り込みを入れればいいところに印を伸ばしていきます。こういう形で線が引かれました。でですね、次はここで切り込みを入れる線が分かりましたので、今度はこちらを半分まで印をつけておいてあげましょう。この板の幅が17ミリです。なので 8.5、 余裕を見て9ミリのところに印をつけておいてあげましょう。同じように反対側も上から9ミリのところに線を引いておいてください。これで印がつきました。ここでもう一つ、ポイントになるんですけれども、どちらかこの片側に印をつけておいてあげてください。で、なぜ印をつけたかというと、人間目分量で言ってますので、もしかしたらここからここまで端の距離というのと、ここからここまでは目分量で若干誤差があるかもしれません。なんですけど、この印がついている方を基準にすると、どう組んでも全部その誤差が同じになってくれます。はい、それではですね、ノコギリで切っていきます。で、ノコギリは基本園芸用とかでも、あの刃の厚いものではなく、できるだけまあ目の細かいものを使ってもらった方がいいと思います。まあ、木工用ということですね。で、この付属している補助具をですね、こういうふうに墨線の位置につけます。で、この時に、まあ、いろんな考え方があるんですけれども、ちょっと余裕がある方が後々のきつくて入らないなどの手間を防げます。ですので、こう書いた線を消すような形で当てていきましょう。で、こういう形で壁にピタリとノコギリの線をつけていただいて、まずゆっくりこう軽く線を引いてやります。そうするとノコギリが入っていく傷がつきましたので、あとはできるだけこの壁にピタッとつけた状態で、人差し指などをここに当てておいても構いません。これで切っていきます。ある程度までいったらもう補助具は必要なくなります。で、先ほどつけた9ミリの線までいったらそこでストップしてください。まあ、行き過ぎると強度的にちょっと弱くなるので、9ミリの線付近で止めておいてあげるようにしてください。同じく反対側、線を消すようなイメージで補助具を置いてあげて、同じように切れ込みを入れておきます。はい、これで均一な線が3本引くことができました。そしたらですね、このマスキングテープをもう取ってしまって構いません。で、この時に指で押してもらっても取れるんですけれども、もしなかなかちょっと取れづらいっていう場合は、まあ、マイナスドライバーなどでちょっとこうほじってあげると、取れてくれます。はい、それではですね、こういう形で合掛きで全部溝が掘れました。そしたらここで大事になってくるのが、さっきつけた基準面です。これが3つ揃うようにそれぞれ3対3にしてあげてください。はい、それでは入れ込んでいきましょう。まずは分かりやすくこういう形にして、
はめていきます。もしさっきの折ったところが少し残っていて硬い場合というのは、金槌で叩いてみるとさっきの、かけらが、まあ、折れてくれたり、もしくはもう一回ちょっとこれを抜いてカッターなどでちょっとここの残った部分をより多めに取ってやるというのも一つ手ですね。はい、それでですね、もし合かきがこうきつくて入らないという場合には、もう一度ここにノコギリを入れるというのは、ノコギリが一度開いている穴に滑ってなかなかうまくいきません。そういう時にはどうするかというと、このはめ合う部分ですね、こことここの部分とここの部分が干渉してますので、この2つの部分をサンドペーパーで削って薄くしてあげましょう。溝の幅を広げるのではなく、こちらが薄くなればお互いに入りやすくなってくれます。はい、それではですね、こういう形で合かきが揃ったらこれを入れてみてあげてください。はい、そうするとぴったり入りますね。一応アクリルを入れた時に干渉しないようになっているかをチェックしてください。はい、それではですね、先ほどの輪ゴム、これも30分以上経っていたら外しても大丈夫です。一応まあ1時間できたら3時間寝かせるのが本当は理想です。今度は、アクリルが乗った時に手のかかりがないとなかなかアクリルが取りづらいですので、手のかかりをつけてあげましょう。どちらの面でもいいんですけれども、例えばこの面にしてあげましょうか。中心の部分にこういうふうに鉛筆か何か丸いものにサンドペーパーを巻きつけてもらって、これで削っていきます。では実際にアクリルを入れて手がかかるかチェックしてみてください。はい、大丈夫ですね。これで形が整いました。あとは仕上げの作業になります。はい、それではですね、仕上げが終わりまして、こういう形で綺麗になりました。で、まあ、サンドペーパーで磨いてあげればあげるほど、製品というのは綺麗になりますので、まあ、できるだけ時間をかけて、綺麗に仕上げてあげてください。で、最後までこのアクリルの、このシートは取らないでおいてください。塗装した時にですね、その油がついたりするとアクリルが汚れてしまいます。ですので、これは塗装後に、完成してから外すという形で、進めてください。それではですね、一度バラして塗装の方をしていきます。今回塗装するために用意した塗料というのがオスモという、もので、ドイツで生まれたものです。こういう形で入ってます。で、自然由来の、ワックスですね。ではこれで、塗装していきます。適量をまずはウエスに取ります。最終的にツヤがなくなるまで拭き取ります。で、本当はまあハケで塗ってあげてしばらく、10分ぐらい置いてから拭き取るのがいいんですけれども、これでも一応効果は得られますので、今は便宜上こういう形で、ウエスで磨いてあげてます。で、続いて、こちらの、仕切りも塗っていきましょう。この部分がちょっと弱いので、あまりグイグイ押さずに、まあ、できるだけこういうふうに、ライカ、何かの上に置いて、磨いてあげてください。はい、それではですね、これで塗り終わりとなります。中の方もしっかり塗ってあげてください。こういう形ですね。それでですね、このオスモを塗装したこのウエスは濡らして捨ててください。そのまま置いておくと自然発火する可能性があります。このオスモ、乾くまでにだいたい1日ぐらいかかります。表面がですね、このまだちょっと、濡れたような感じになっていると、またちょっとアクリルについてしまいますので、また乾いてからこのアクリルのシートを剥がすというような形でお願いします。はい、ではアクリルを最後こういう形で入れ込んでおしまいになります。はい、お疲れ様でした。はい。